森永健次郎8月23日から1994年2月11日は日本の映画監督である。1909年8月23日、佐賀県小木郡内の村に生まれる。1934年に解所した日活玉川撮影所に入社し、1936年には須藤敏久監督の日食は地にしむに監督として名を連ねる。 同作は、万27歳を目前にした同年7月8日に、公開された。1942年1月、日活の制作部門が他社と合併して、大英を形成すると、翌1943年には、朝鮮映画制作という会社で、昭和19年という国作映画を監督する。1945年8月15日の第二次世界、大戦終了後、 1949年には、日活玉川設影所の先輩監督である、熊谷久虎、倉田文と、俳優ブローカーの星野和平らによる、映画芸術研究所の設立に参加、俳優のサブリシンラと共に、取締役に名を連ねた。同年5月9日公開の設立第2作、地獄の笛を、倉田文とと共同で監督した。1954年、 映画制作を再開した日活に復帰、同年7月27日公開の学生心中を監督する。以降、1970年5月16日公開の花の特攻タイヤー専用用まで一貫して、同社の青春映画やプログラムピクチャーを監督し続ける。晩年も東京都杉並区に座住した。1994年2月11日、死去した。 満八十四歳没、学生心中、力道山物語五等の男、特筆以外はすべて監督である。ありがとうございます。